前科3番、893番、チョエキ太郎です。本日のお話は、山一構想。山口組が分裂した、その山口組と一和会の構想のお話をしたいと思います。私は、その感情的な部分もありますし、私がこう思ったということをお話ししたいということをまずお断りしておきます。ただ概略で山口組ってなんだって言いますけど、これは大正の頃にできた山口春吉という方が作った組織なんですね。で、2代目は確か息子さんだと思います、実子の方だと思いますが、山口昇さんっていう方が継いで、山口っていう方が作った組織なんで山口組なんです。で、今の形の山口組といわゆる山口組にしたのは3代目の田岡和夫という方です。この方が昭和になって継いだ時には30人ぐらいの組織だったのを、数年で広域団体という組織にまで大きくしてってるんですね。30年代に継いで40年、昭和40年の頃には参加が400団体ぐらいで1万人ぐらいの組織にしているわけです。これが今で言うとなんか当たり前のような感覚かもしれませんが、当時のヤクザっていうのは地域密着型なんですね。その広域しかつっていうことはなかったわけなんです。ここの先陣をつけたのがこの山口組っていうことで、各県にその数を増やしていったっていうことなんですね。今現在ある山口組の基礎を作ったのはこの田岡三代目であります。で、私が言っていました山一構想というのは何かというと、この山一構想っていうものに関してはですね、今でいう構想とかというようなレベルではなく、とても今では信じられないような、今日何人どこに撃った、何人死んだ、誰がどうしたっていうことがスポーツ新聞に載るようなぐらいの大変な騒ぎというか、まあ、そっからこの暴力団ということと、ヤクザということ、この締め付け、あるいはいろんな意味で今の暴対法につながるようなことになる事件、本当にあのダンプは突っ込む、相手は撃つ、撃たれたら撃ち返すっていうことになったっていうのはどういうことかというとですね、この広域化したことによって構想のやり方が変わったわけです。例えば町にある一つ一つの組であれば、そこで喧嘩っていうかトラブルがあれば、そこ同士の話なんですが、この広域化したことによって北海道で起こった事件なわけですが、大阪の組織もやった組織のところを仕返しをしたり、組織単位で動くっていうことを、組織の系列で動くということで、本来は単一なんだけども、組の中の下部組織が横のつながりを持ってったっていうことなんですね。まあそれは今までも付き合いがあって、各々の兄弟分とか助太刀するぞというような形から、組織単位、要するに会社単位で応援したり、物資を送る、人を送る、助けてもらったら次助けるっていうような、そういう形になってったんですね。組織化してったわけですよね。そうするとやっぱり強いわけです。その組織の波で、どういうことかっていうと、ある町でやり込められた組織がその山口組に入れば、今度はその数を持って倒せるっていう現象が、弱小の組織がみんなそっちに山口組に行ったかって言ったらそういうわけでもなく、若い人たち、その今までの既存のヤクザ関係から漏れてった人、グレン隊、要するに爆地敵屋以外のいわゆる半グレチック、今で言う半グレチックなことをしてた人たちが正式に大門を持ってヤクザになってっていうような形、それに魅力があったわけですね。新しいやり方、新しい組織、違う形態っていう形を作って、最初はそんなのって言っていたんだけども、どん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 その力が強くなっていって、大きくなっていったということです。もう日本統一って、まあ日本その当時はそうでもないんですけど、そういうようなことをする、広域化する組織も2社3社、まあ今ある住吉会、稲川会も同じような動きをして、ただ地域が違ってたんで、そこはあまりバッティングはしなかったんですね。やっぱり関東と関西ということで、というような形で成り立っていったんですが、その流星を極めた頃にその田岡三代目が亡くなるということになったんです。
亡くなった場合跡目がっていうのは頭であった、山本健一という方もその直近で亡くなってるわけです。で本来だったらこの頭が跡目を継げば問題なかったんですけど、その次に継ぐ人も亡くなったっていうことでここで、いろんな音楽がうごめいて簡単に決まらない。それだけの組織をじゃあ私がっていうわけにもいかないし、力が拮抗してたっていうこともある。それと本来神戸にある組織なんだけども違う地域、大阪だったり京都だったり他府県で力があるところの人たちがじゃあ神戸の代を取れるのかとか、まあいろんなことがあってわけです。でそういう風になって誰がどうこうするっていうようなこともこの時に初めてというか広域化組織のそれだけ大きい単一の組織の跡目相続っていうことに初めてそこにぶち当たったっていうことなんですね。その中でも派閥があるから、まあ簡単に言うと自民党の総裁選誰が総裁になるんだっていう時にやはり揉めるのと一緒なんですね。まあそのヤクザの世界っていうのはそういうことになりかねないから慎重に慎重にということでどうするか、でも早く跡目を決めないと組織の求心力は弱まってくるということになっていくわけです。その時に2代目実質的に4代目になる頭になる山本健一という方が亡くなった、順当でいくとその兄弟分とかその人たちに準ずる力量をある親分たちがなっていくという判断もあるんですよね、普通だと。ところがここで組の本来継ぐ次の跡目あるいはそのもっと若い世代にっていう声もあるわけです。でいろいろそれっていうのがあるんですけども、私が思うにいいとか悪いとかじゃなくってどういうことかって言ったら、人事に田岡組長の奥さん、いわゆる姉さん、この方が人事に介入したというふうに私は解釈しております。だから人事に介入したっていう言い方はなんかあれですけど、単純に亡くなったうちの旦那の意向はこうだよということを言っていく。まあその田岡三代目の奥さんという方はものすごく影響力を持った方で、本来小さい組織からここまで大きくしたっていうことで、どの人もやっぱりこの方には世話になっていると。でそうなった時に組織は大きくなったといえど、1万人からの組織になったといえども、やはり跡目を決めるのはっていうことで、何かに関してこの姉さんという方がマスコミに注目されて、この方の女性の動向によって組織が左右されるんじゃないかと。まあ当時であればそれもありという認識だったんです。それぐらいその組にとって奥さん、ヤクザ世界は姉さんなんですね。その姉さんがやっぱり権限を持つ、駆け出しの頃から面倒見てもらったり小遣いもらったりっていうことで、今それは立派になってもやはりその人にはなかなかということがある。で人事に介入してきたということで、結果若手が代を取るという形に収まった時に、要するに本来だったら4代目になろうという人の兄弟分筋、簡単に言ったら主力メンバーですね、主力メンバーの人たちがもう離反して離脱して新しい組織を作るという形になったんです。それが一和会です。当時の私たちの印象だと、ああこりゃすごいと。確か聞く名前もそれぞれ有名な組、資金力も高かったし人数も多かったような気がしてました。拮抗はしてたと思います。確か一番若いのが人数が、組の数ではどうだったか確か16社 だと思いましたけど、そういう形で分かれました。当時から分かれたからって巣は構想ではなかったんですよ。別に反目し合ってたわけではないんで、まあただ山口組のを割って出たんだなということで、その当時は記者会見もし、そして報道もされ、そういう形になって、私も子供の頃それをテレビで見ていたような気がします。でそこからやはり拮抗する組織の中でトラブルがあった時に、ちょっとした喧嘩言い合い、その間違いから刺殺発砲ということになって、先ほど言ったようにこれが単一の組織であるならばそこで話が済むんですが、京都組がやられたら系列の奈良組、静岡組も全部そっちに行くという系列的な組織行動を、本来か全然関係ないとこ、大阪で起こった抗争が北海道で起こったり九州で起こったり静岡で起こるっていうようなことが起こり出したわけです。本来今まで同じ釜の飯っていうか同じ組織だったのが、そういうふうに離反したことで3次団体4次団体に至ってはかぶって隣り合わせになるっていうことが起こってしまったわけですよ、同じ縄張りの中で。
それが連鎖的に全国的に抗争が起こっていて、収拾がつかなくなっていったっていうことなんです。で、最終的に山口組の4代目の竹中という方が、一和会の組員によって刺殺されるということになったんです。普通の認識で言うと、トップが死亡、いわゆる取られたとなれば、もうその組織は終わりじゃないかと。例えば戦国のドラマや映画を見ると、トップの首が取られた時点で負けだみたいな。ところがヤクザもそうなるかっていうふうに、まあそのちっちゃい単位の50、30、100とかっていう、いわゆる一本単独の組織で、その統領が、統大がなくなればそういうことがあるかもしれませんが、系列化している組織ではそれがなかったんですね。そうなることによって、やられた側は求心力を増し、もうこれに対して一致団結して、もうそこから潮目が変わったと。で、やった方のいわゆるベテランの年齢がいってる組織の人たちは、そこに危機感を感じなかった。若いところの組織の方は、やられたら系列化して、他がやられても、 A がやられても B も C も行けっていう風だったんですけど、元いたところは自分の系列の組織がやられても動かないっていうことを取ってったわけです。本来の組織が、これ山口組と一和会って言ってますけど、一和会で参戦した組織ってあまりなくて、実際は。ところが鴨田は動かないとか、山広組は やらなきゃいけない、でも他のところが応援に行ったかって言ったら応援に行かなかった。まさか抗争になることはないし、抗争はしたくないっていうことが動いて、離反する、元に戻るっていうようなことがして、一気に崩れていったっていうようなことを感じます。ここに行くまでいろんな話があって、いろんなことがあるんですけど、人が亡くなっておりますし、そのやったことのいいも悪いもあったもんじゃないんで、ここのお話はこういう言い方をするとすごく無責任ですけども、検索して調べていただければ、私が口頭で説明するよりも、数やデータがきちんとなっていますんで、そこら辺は分かり得るのかなと思います。